こんにちは。声の山梨県の広報誌ふれあい平成27年5月号ボリューム133をお届けします。なお、今年の4月号からデイジー版でもお聞きいただけるようになりました。どうぞご利用ください。今月号の内容です。山梨近代人物館が県庁内にオープン。 お知らせは6件あります。そして5月2日から6日までのゴールデンウィーク中の主なイベントのお知らせおしまいに山梨県ののテレビ広報番組のご案内です。山梨近代人物館が県庁内にオープン昭和初期創建時の姿によみがえった山梨県庁舎別館の2階3階に 山梨近代人物館がオープン。明治時代から戦前にかけて山梨県の発展に貢献した人物や国内外で活躍した山梨県ゆかりの人物50人を年2回展示テーマを変え9人ずつ紹介します。また先人の人生をクイズで学べるコーナーもあり子どもから大人まで楽しめます。 山梨近代人物館で先人たちが築いた山梨の歴史を深く楽しく学んでみませんか写真パネルや貴重な資料を展示した人物紹介室と説明のある大きな写真が掲載されています公衆財閥と近代日本を築いた公衆人と書かれたパネルの奥に人物を紹介するコーナーが並んでいます 本文に戻ります。第1回展示公公財閥と近代日本を築いた公衆人記念すべき第1回の展示では日本が近代国家の形成を目指した明治時代に高い先見性を持ち鉄道や電力など公共性が高い事業に夢を見出した9人の公州人の人生と功績を資料とともに紹介しています。 復元した旧知事室や聖帳を公開。春光寺の写真や残された調度品をもとに、創建寺の旧知事室の内装を復元。武道や剣章、剣の印、剣章が描かれたカーペットや、当時から使われてきた書棚などが重厚感ある雰囲気を醸し出します。また、県庁内の特別な行事が行われていた部屋、聖帳も、 当時の荘厳な姿によみがえりました。今後は様々な行事で使用していきます。子供が楽しめるコーナーも充実。タッチパネルを使ってクイズに答えていくふるさと人物伝では先人たちの人生をイラストや画像を交えながら紹介。子供から大人まで楽しめるコーナーです。またパネルクイズ。開いて回して。 山梨のこの人だあれには山梨の歴史うんちくが満載です写真が4枚掲載されています上から昭和初期の姿に復元された県庁舎別館という写真正面玄関から写されています2枚目重厚感あふれる旧知事室知事室の内部の写真です3枚目 タッチパネルでクイズに答えるふるさと人物伝タッチパネルに見入っているのは小学生と思われる3人の子供たちです4枚目の写真パネルクイズ開いて回して山梨のこの人だあれ縦に4枚のパネルが横に5列並べられています本文に戻ります山梨近代人物館の開館時間は 午前9時から午後5時まで、休館日、第2、第4火曜日及び年末年始。なお、5月16日土曜日は臨時休館になります。入館料、無料。所在地、甲府市丸の内1の6の1、山梨県庁舎別館。問い合わせ先、山梨近代人物館。 電話055-231-0988ファクス055-231-0991インターネットで山梨近代人物館と検索してください山梨近代人物館を中心とした県庁敷地の案内図です右側舞鶴通り沿いに東門 左側、平和通りり沿いに西門があります。上北側から北別館議事堂山梨近代人物館のある別館そして本館一番南側が防災新館で防災新館の南側は勾配北通りです。以上山梨近代人物館のご案内でした。 お知らせ1リニアドキドキ体験乗車希望者募集山梨県民対象開催日回数募集数7月28日火曜日29日水曜日に各6回計624区画募集単位料金1区画2座席単位で2区画4座席まで 1> 1区画円。募集期限5月18日月曜日まで消し印有効応募資格県内に住所を有する方応募方法往復はがきの往診欄に体験乗車希望区画数座席数を明記の上代表者16歳以上の方の郵便番号 住所氏名読み仮名・性別年齢電話同乗希望者の氏名読み仮名・性別年齢を記載乗車日は選べません応募先は郵便番号400-8501甲府市丸の内1-6-1山梨県庁 リニア体験乗車係。なお、重複申し込み、参加者変更は不可。7歳未満で座席不要の幼児を同伴の場合は、その氏名。車椅子での利用の場合は、その旨を明記。その他、応募要項を必ず確認してください。問い合わせ先は、リニア推進課。電話、055。 223-1667ファクス055-223-1666インターネットでリニア推進課スペース体験乗車と検索してください。2. 富士山科学講座を開催します。大学教授などの専門家を講師に迎え、講演と討論を通して、 富士山のの自然と人と人関わりについて学びます。テーマ「世界遺産としての富士山の保全を考える」日時5月23日土曜日午後1時15分から4時45分まで場所「富士山科学研究所」藤吉田市定員120名なお申し込み不要 先着順対象高校生以上の県内在住者問い合わせ先は富士山科学研究所電話055572-6206ファックス055572-6183インターネットで富士山科学と検索してください3 まずは電話をいじめ不登校ホットライン。総合教育センターでは児童生徒とその保護者が抱えているいじめや不登校に関する悩み相談に24時間365日専用電話で応じています「いじめ不登校ホットライン」電話055263-3711 みんないいインターネットで「山梨スペース教育相談担当」と検索してください「4お忘れなく自動車税納付は6月1日まで自動車税は4月1日に運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税されます」「5月上旬ごろにお手元に届く納税通知書により 6月1日月曜日までに収めてください金融機関、県税事務所のほか、下記のコンビニでは全国どの店舗でも納付できますセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキなど QR コードが掲載されています問い合わせ先は自動車税センター電話055 262-4662ファクス0552632421インターネットで「山梨スペース自動車税」と検索してください5皆さんのご意見を募集中マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価書案に対するご意見を募集しています 県ホームページのほか、県民情報センターや各地域県民センターでご覧いただけます。募集期間5月22日金曜日まで。問い合わせ先は市町村課、電話055-223-1424、ファクス055-223-1428、税務課、 電話055-223-1388ファクス055-223-1390インターネットで山梨スペースパブコメと検索してください6県職員採用上級試験まもなく受付開始第1次試験 6月28日日曜日受験資格昭和55年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた方受験資格が異なる職種もあります受付期間5月13日水曜日から6月3日水曜日までなおネット受付は5月27日水曜日まで 募集職種や人数などは試験案内ホームページに掲載。試験案内申込書の配布。県庁1階総合案内。人事委員会事務局。各地域県民センターなどで5月13日から配布。問い合わせ先は人事委員会事務局。電話。055。 2 2 3 1 8 2 1ァク x 0 5 5 2 2 3 1 8 1 9インターネットで山梨スペース採用サイトと検索してください5月2日から6日までのゴールデンウィーク中の主なイベントです開催日イベント名会場及び問い合わせ先 の順にお伝えします5月2日から3日までグリーンフェスタ子供祭り会場笛吹川フルーツ公園電話055323-41013日から5日まであたごやま子供フェスティバル会場あたごやま子供の国電話0 5 5 253-59333日から5日までワンパク祭り会場藤川クラフトパーク電話055662-55454日から5日までカイジアム子供祭り会場県立博物館電話 055-261- 2631 5日から6日まで、不木の丘子ども祭り、会場、県立高校博物館、電話、055-266-3881。この後ご案内するイベントはすべて、5月2日から6日までの毎日開催します。ゴールデンウィーク特別制作体験。 会場山梨ジュエリーミュージアム電話055223-1570ゴールデンウィークリニアスペシャルイベント会場リニア見学センター電話055445-8121クラフトウィーク会場県民の森電話 055-283-5718森のガイドウォーク会場富士山科学研究所電話0555-72-6203スペースシアターウォーキングウィズダイナソーなど会場県立科学館電話 055- ゴールデンサイエンスショー会場県立科学館電話055254-8151特別展夜の画家たちろうそくの光とテネブリスム会場県立美術館電話055254-8151 228-3322 22特別展微笑みに込められた祈り円空木記展会場県立博物館電話055-261-2631企画展海の侍ゆかりの遺跡会場県立高校博物館電話 055266-3881特設展田中冬地点懐かしい日本の風景会場県立文学館電話055235-8080山梨県のテレビ広報番組です。枠時山梨 YBS 月曜日午後6時57分から7時まで5月4日認定子ども園5月11日消費者月間5月18日自動車税の期限内納付5月25日山梨のスポーツ推進当番組は「枠時山梨」ブログでもご覧になれます。 インターネットで、枠時山梨と検索してください。山梨イマジン、UTY、水曜日午後6時55分から7時まで。5月6日、中華料理料理人、藤原淳一。5月13日、アートディレクター、土屋誠。5月20日、 農業生産法人桑野里半村民5月27日トラックドライバー秋山幸子当番組は UTY ホームページでもご覧になれます。インターネットで山梨イマジンと検索してください。山梨県の広報誌ふれあいは、原則として毎月1日に 新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanas.jp に掲載します発行山梨県校長広報課広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください電話055 223-1339ファクス 0552231525e-mail ーーは koucho.pref.yamanas.lg.jp です。以上で声の山梨県の広報誌ふれあい。 平成27年5月号、ボリューム133を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。